平成19年10月26日、阿蘇市内の巻にある阿蘇農村環境改善センターにおいて、市政報告会が行われました。市政報告会は、佐藤市長の阿蘇市を取り巻く状況や、将来の展望についての話があり、市の財政状況、行政改革について、各部の取り組みを各部長さんがスライドを使って説明されました。新しい街づくりに向け取り組んでいる施策などが具体的に示され、市民の皆さんも熱心に傍聴されていました。意見交換の時間においては、財政状況などへの質問が多くされ、市民の皆さんの市政への関心の高さが伝わってくる報告会でした。